けで。いつもと変わんない。高ぶる気持ちがあるかもしれないけど、もちろん緊張するだろうけど、それすらも楽しんでチャレンジしてやっていきましょう。緊張してこう。見せか。はい。よし。はい。団長選手と。ちょっと。まあ、緊張しちゃダメだよ。決勝っていうことは、まあ、お客さんもすごい入るんで。だけど、それをこう、楽しめる。なかなか難しいかもしれないけど。まあ、5試合やってきた中で、この試合決勝かもしれないけど、ただ6試合目に僕たちの中では通過点でした。だけど、今日優勝することっていうのは、まあ、自分たちがその人生の中で、その優勝ってなかなか味わえないことだ。いい緊張感を作りながら、しっかりと試合始まって、100でやれるように。で、まあ、自分たちがやってきたこと、自分がやってきたこと、チームがやってきたことっていうのをしっかり信じて、まあ、急にね、こう自分たちが上手くなったり強くなったりするわけじゃないけど、この5試合すごく苦しい試合を乗り越えてきたわけだから、そこは自信持って、で自分たちがいい時っていうのは守備100でやって 120% でやって、耐えしのいでいい攻撃につながる、そこはねしっかりブレーブやれるように、確かめるところはしっかりあるから自分たちね、目いっぱい楽しんでやりましょう。はい、いいです。ゆっくりから奥勝つしかないだろ。
しみです。やっともう優勝に手が届きそうなんで、そこを絶対に掴み取りたいと思います。本当この舞台に立てるのも本当2チームで、本当ここに満足せずにやっぱりタイトル取ることで私たちの成長につながると思ってるので、絶対みんなで優勝したいです。いつもアウェーでもたくさんの方々が応援来てくれくださったりとか、本当いつも力強いパワーを送ってくださる皆さんがいるからこそ本当この決勝の舞台に立ててると思ってるので、そういった意味でも私たちはプレーでそういう気持ちを表せていけたらいいなというふうに思ってます。こればっかりはないよとかも関係なく勝ちにこだわるっていうとこを、まあ、どれだけ見せられるかっていうところじゃないかなと思います。この2年やってきてまだタイトルってこう言えるような段階になかったかなっていうところもあって、なかなかこう口に出せなかったですし、自分の確信というかなんかそういうものもなかったんで、まずは成長、まずは土台っていうところが強くあったんですけど、まあ、2シーズン戦ってタイトル狙っていいチームだなっていうふうに、今シーズンは思えましたし、まあ、そういう中でそこを目指した方がこのチームは絶対強くなるなっていうような気がしたんで、はい、なんでここで必ず優勝してもっともっと上に上に行くチームになりたいなと思ってます。他のチームにも見てほしいです。これが広島だぞっていう、いいだろうっていうのをなんか自慢したい気持ちになると思うんで、そういうものを作ってもらいたいなと思いますし、そういうものに応えていきたいなと、はい、思います。いつも通りもう仲間、チームのために今やれることを全部出す、ハードワークする、泥臭く戦う、粘り強くやる、バトルのところをしっかり戦うし、回収するし、そこのつながりってしっかり見せるね、全部出す切るよ。で、我々のスタッフォーターいっぱい来てくれてる、いつもくらいアワゲーも、新潟もたくさん来てくれてる、もう最高の舞台やな。こういう舞台で、多分どれだけ強いメンタリティで戦えるかね、戦い続けられるかどうか、そこで流れ引き寄せるね。で、今日もきっと絶対やな、成長するゲームになるから、OK？ 加速させる、我々が加速するためのゲームにするで、で、心に響く、届くプレーね、姿勢を示しつつ、勝つの我々レジなね、そこをみんなで合わせてやるよ。みんなで掴み取る、新しい歴史作ろう、最高！まず守備ね、もうキックオフと同時にガツガツいくわ。オッケー、向こうも絶対にガツガツくるからね、もう強さ見せてくるのは間違いないから、それ以上にうちらが上回ってまず守備で主導権取るよ。オッケー、絶対勝って絶対成長しよう。よし、オッケー、はい、全員に行くぞ。はい、行くぞ。はい、行こう行こう。Yeah!
粘られて負けてんねん。じゃあ OK、 粘るのはこっちね。粘って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 勝つよ。 OK、 勝って優勝して広島帰るぞ。Thank you.
よっしゃナイスナイスめっちゃ嬉しいナイスやったよフラよっしゃナイスしんどかった近い足取れるかと思った足取れたもう足取れてるよかったマジでよかったみんなすごかったですね積み上げてきたよかったです本当よかったです頑張ってすごい本当にすごいすごいよすごいよみんなどうチェックしていい色私もやっちゃおうかなそれで練習練習練習勝ったよこのいやーいけろ落ち着きあ、ありがとうございます勝ったよ本当に嬉しく思ってたし、その今日してくれたおかげで、すごい、すごい、もう本当にね、まあ、今喋ったように、ちょっとずつやけど、悔しい思いの方が多かったけど、本当に一つ一つと目を背けず。向かい合って、向き合って、成長してくれたんで、それが本当にこうやって優勝という形でね、結果につながったことは本当に彼女たちにとっては大きなことやし、これからもう日本も散歩も突き進んでやっていかないかなっていう思いをこう持たせてくれたんで、本当に選手に感謝です。最高。最高。本当最高。すごい頭下がりますまたこれからもやっていきます、はい、ありがとうございますWinner! Winner! Winner!
ます。いやすげえ、やばいね、すごかった、鳥肌立った。あ、これ見てお揃い、お揃い、頑張る源やりました、一緒にナミエちゃんがセルフネイルやってあげました。あ、やりました、よかったです。もうみんなに本当拍手。よっしゃー、愛ちゃんが頑張った、最高、もうみんなのおかげ、本当に広島に来てよかった、広島最高っす。お好み焼きいっぱい食べます、もういっぱい食べて、栄養、栄養たくさん蓄えます。そうだね、食べてくれ、光りすぎでしょ、めっちゃ光ってる、あーもう最高すぎる。ハイタッチお願いします。イエーイ、あ、これでハイタッチみたいになって、イエーイイエーイ、もうみんなすごいです、マジで、みんなの力ですね、あ、本当に3年間の積み上げやね。そうですね、本当に、まあ、本当に良かったです。副キャプテン、かっこいいですよ、本当に。副キャプテンがかっこいいですか。かっこいい、かっこいい、よっしゃー、本当に、こんな日がみんなすごかったです、皆さんのおかげです、本当にありがとうございます、本当にありがとうございます、めっちゃ嬉しいです、よかった。最後、まあ、PK まで行ったんですけど、最後本当みんなの力で勝ったと思います。勝ったー、ありがとうございます。もう絶対勝てると思ってました、もう PK はもうみんな得意なんで、おきいさん隣にいたけど絶対大丈夫って言ってたので、それ信じて、感動があったです、最高、イエーイ、 PK 練習通りです、優勝です、ありがとうございます、本当に皆さんのおかげです、助けられました、みんなにこんなにね、走ってくれ、ありがとうございます、やっとです、もう本当苦しかったですけど、勝ててよかったです。 PK どうでした。いや、緊張しました、まあ、全然当たんないしでもポストで2回外れたんで本当によかったです。ありがとうございます、めっちゃ嬉しい、もう走りましたけど、もうめっちゃもうシュート打ったけど全部外したので、まあ、でも全部出し切りました。 PK どんな気持ちでした。いや、もう絶対決めるっていう気持ちで大丈夫って思ってました。ありがとうございます。それビデオですか、それビデオですか、早稲田やったぜ、バモンバモンバモン、これだけたくさんの応援をしていただいてありがとうございます。
には責任だと思っています。なので今年は私たちが取りましょう。自分の前で終わってくれって思ってました。かわいいかわいい目が入りました。入りましたね。いや嬉しいね。よかったよかった。よかった。かわいい。金さんが書いたの。金さん作。金さん作。レジナダル守るからね。守るから。いやもう本当よかったです。いやよく走りました。はい、もうみんなもすごい、みんなで守ってくれて、みんなが守ってくれて本当に感謝してます、みんなに、はい、今日は一晩中喜ぶね。もう今日は寝れないっすね。めっちゃ嬉しいっす。
私のものです。あなたのものの私のものです。ユミヤやばいですよ。めっちゃかっこいいです。かっこいい。イエーイ。やった、やった、バブンバブンバブン。イエーイイエーイ。はい、お疲れさんでした。優勝おめでとう。最高、みんな最高。嬉しいね。最高。もう喋るとこかなと思ったんやけど、もうほんまにみんながね、悔し涙でいっぱい流してきたよね。でもそれは一つずつ向き合って。つられるつられる。つられるつられる。やばい。やばい。やばい。いや、ほんまに全てと向き合ってね、一つずつ整理してやってきたことがこうやって結果につながるって最高やな。で、そういう状況ね、みんなが受け入れて取り組んでくれたおかげで、こういう最高の瞬間一緒に会えて本当に嬉しいし、いや最高です。本当にだからやっぱりな、こういう瞬間味わうとやっぱよく出てくるし、やっぱこういう経験をもっともっとこの仲間で勝ち取っていきたいな。じゃあすぐキャンプあるし、またリングに向けてみんなで力を合わせてもっともっと高み目指してやっていこう。 OK、 それができるみんなやしチームやし、それをサポートしてくれるクラブもある。で、今日もバスもこっちに運んでくれて、トップチームでもなかなかないよ。でもそうやってサポートしてくれてね、って共闘できる環境がここにはある。だからこそ、ね、もっともっと高み目指して頑張っていきましょうということです。ゆうちゃん、よろしく。これはダメだ。これはダメだ。本当に多分この今 B リーグの中で、一番のクラブだと思うし、だからこそうちはこうやってタイトルをどん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 取っていかなきゃいけないっていう責任を、もっともっと感じなきゃいけないと思います。そんで一回ね、こうやってタイトル取るとまた取りたいっていう欲が出てきてると思うので、さっきもサポーターの人にも言ったけど、まだまだうちは成長過程だと思うし、成長しないと、ここで止まったら本当にリーグ戦食われるし、今度はレジーナに対してっていう目でも見られるし、もうすぐキャンプがあるんで、今日はたくさん喜んで優勝の味をかみしめましょう。よっしゃー、お疲れ様でした。よっしゃー。広島に来てこんないい経験させてもらって、自分もちゃんとチームに恩返しできるようにもっと成長しなきゃいけないなっていうふうに思うカップ戦でした。もうここで気緩めずにまたキャンプとリーグ戦と全部勝っていきたいと思うんで、今日はありがとうございました。今までこういう大きな舞台でこう観客がいっぱい入ってくださってる試合っていうのはあんまりなかったので、すごいなんだ、雰囲気にも圧倒されてたんですけど、その中で自分のプレーが出せたのはすごい成長になったかなと思ってます。このいい雰囲気の中でリーグ戦に入れたらいいなと思ってます。本当この舞台に来れたのも、本当私たちが今まで積み上げてきたものがあるからこそだと思っているので、
そういった部分をもう全て出し切ってみんなで戦おうって言ってたので、はい、そういう試合ができて本当に良かったなって思ってます。このチームができて、金さんだったり福さんっていう最高の2人がチームを引っ張っていってくれてて、まあ、その2人にこの優勝を届けられたっていうのは本当に嬉しいですし、まあ、これをまたリーグでタイトルを取りたいなと思います。本当ドキドキしました。良かったです。もうみんなからもうルナ頑張れって、フーナがエンジンの時にルナさんが止めるから安心してけろみたいな感じだったんでいきなり言われたんでちょっとびっくりしたんですけど、でも本当、まあ、実際止めてはないですけどポスト2本当たって、まあ、自分の気迫だと思ってるので自信にして次やっていきたいなと思います。タイトルっていうのは今までずっと目指してきた場所なので、本当に広島に、まあ、サンフレッチェレジーナに星を一つつけることができて本当嬉しいです。もう思ったより緊張はしてなくてすごく楽しかったです。楽しめました、試合を。まあ自分たちの流れの時もありますし、相手の時間帯の時もあって本当に苦しい試合だったんですけど、もう本当に全員で集中、最後まで切らさずに気持ち強く持って戦った結果だと思うので嬉しいです。 PK の時どう見てました？ PK の時はもうひたすらみんなのことを願ってました。本当に嬉しいんですけど、まあくまでも成長過程なので、まだまだ途中なので、これからもタイトル争いをできるようなそんなチームになっていきたいなと思います。本当に1シーズン目、2シーズン目と結果が出ずにすごい悔しい試合が多かったんですけど、まあ、本当にそれでも金さんを含め本当にチームを引っ張っていってくれたので、そこでも崩れず自分たちのやるべきことをみんなが本当にはっきりやり続けた結果が、本当に3年目にしてやった結果につながったかなと思います。さあこれでリーグ戦ですよ。もちろん優勝目指します。期待してますよ。はい、頑張ります。ありがとうございます。今日は寝れないね。寝れないですね、もうみんなでパーティーだ本当に今日もたくさんの方に、見に来ていただいて、本当に最後の最後まで私たちに力を与えてもらいましたし、この優勝をスタートにもっともっと皆さん共に成長していけるように、これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。